いよいよ日本にも上陸という形になりました。ステルスで開発したテクノロジーをこの E3 にもたくさん搭載しています。クロックルームのブラックボールナップルを使いました。関実電機さんブースに参りました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。恐れ入りますが、会社名とお名前フルネームでいただいてますので、お願いできますか。関実電機の堀と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。堀さんにご紹介いただくのは、今回ダンクラークオーディオ、アメリカのね、はい、有名なメーカーの新型ヘッドホンになります。何という商品になりましたでしょうか。はい、今回ご紹介しますのはダンクラークオーディオの E3 というモデルになります。今年の1月にですね、アメリカで発表されておりまして、いよいよ日本にも上陸という形になりました。このダンクラークオーディオのこの E3 は密閉型のヘッドホンになります。ステルスというハイエンドモデルのそのちょうど下というところで、まあダンクラークオーディオイーサーというモデルがあったんですけれども、これの後継という形になってまいります。ステルスで開発したテクノロジーをこの E3 にもたくさん搭載しています。一つは AMTS という、まあ、フィルターに近い機械ですね。それからもう一つが新しいタイプの V5 プランナードライバー、これは今まで第4世代だったものが今度は第5世代になります。そしてもう一つ面白いのは、これを見ていただくと分かるんですけども、デュアルベースポートという形になりまして、2つの穴が入っています。ここの2つの穴が中低域の音質をチューニングするのに大きな役割を果たしていると。でしかもそれぞれのこのポート、この穴がですね、それぞれ違う帯域の音をチューニングしている、これが大きな特徴になってまいります。スピーカーのダブルバスレフっていう、はい、そういうチューニングをするものがあるんですけど、はいはい、原理としてはそんな感じで、まあそうです、多分そうだと思いますね、はい、特定の周波数の穴を開けて表明させて、はい、しかもそれが2つの帯域ということですね、はい、ただ穴はちっちゃいので基本的には密閉と、はい、密閉です、はい、密閉です、はい、あくまでも密閉で、ある意味ちょっと隠し味というところで穴が2つ開いているという形になっています、はい、割と軽量化された感じですよね、こちら。はい、もともとダンクラークオーディオは軽いんですけれども、はい、ステルスに比べましても若干軽くなってます、はい、ステルスというね、ハイエンドヘッドホンの直径のモデルということで、音質的な特徴はどんな感じがありますでしょうか。はい、2つのモデルとも音質は非常に似ています。ステルスも、それからこの E3 も密閉型と思えない音の広がりも持ってますし、それから上から下まで綺麗に音が再生されます。ただ一つのダンクラークオーディオ、これ全体の特徴でもあるんですけれども、中低域のところですね、ここが非常にダイナミック感と、それから世に表現力豊かな低域が再生できるというのが、このダンクラークオーディオの大きな特徴になってまいります。発売はいつになりますか。はい、3月の上旬には発売したいと思っておりますので、はい、こうご期待ということでお待ちいただければと思っております。お値段は日本でどれくらいなんかもう教えていただけますか。はい、大体税込みで33万ぐらいかなという感じですね、はい、今ケーブルを外してお持ちなんですけど、はい、付属ケーブルは端子は何が 6.32 とかその辺が、はい、6.3 になります。はい、ありがとうございました。今後の発売に期待したいということでお待ちしております。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。同じ関実電機、今度はですね、新製品を発表されたポステックスブースにやってまいりました。所属会社名とお名前、はい、フルネームでお願いできますか。はい、ポスター電機株式会社ポステックスカンパニー中前と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらもね、すでに発表された久々の新型ヘッドホン、しかも割とハイクラスの方に属するということで、はい、TH808 ですね、はい、フジアイビックでも販売を開始するんですが、はい、まず909というモデルがあって、はい、808なんですけど、はい、909と808の相違点とかですね、はい、あるいはその似通ってる部分とか、はい、その辺をお話しいただければと思います、はい、こちら TH808 というモデルで今日発売になりました。 TH909 はポステックスのフラッグシップのヘッドホンなんですけども、それと似た形になってまして、大きく違うのはハウジングが違います。使ってる素材がクロクルムのブラックウォールナップルを使いました。909はリズメンザクラの漆塗りのものなんですけども、そこのハウジングが違うことで、まあ、音も変わっている、はい、響きが違うということですよね、はいはい、コルクなんですかね、はい、コルクというとどうしても柔らかいイメージがあるんですけど、これは完全な木なんですね。あ、そうですね、木材で、まあ、高級素材としても使われているものなんですけども、それをですね、削り出しで使っているというところ。使ってるドライバーは909と同じという、はい、同じドライバーですね。 1.5 テスラの時速密度を持っているドライバーで、バイオダイナの振動板のものです。はい、すでに音には定評のあるドライバーですよね、はい、その他になんか TH808 のアピールポイントとかあれば教えていただきたいんですが、はい、そうですね、あとはですね、909でも開放型で同じパーツを使っているんですけども、アルミの板をエッチングしたものですね、これを使って緻密な音作りをしているというところですね。音響抵抗が少しかかるような形の開放型、そうですね、はい、
わかりました。で909と違うところは、あとはケーブルなんですけども、ケーブルはまあ909 7N の銅のケーブルを使っています。まあ少しランクを落としたものにはなっております。その分まあコストも少しリーズナブルなものになっていると構成されています。発売日はいつになりますか？本日2月10日です。はい、今日この日から発売ということで、はい、フジエビックでも今日から販売を開始してますので、はい、ぜひお買い求めいただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。